はい、こんにちは、こんばんは。今回は、トリトンのですね、2way 用途の、スピンドルサンダーの方を紹介したいと思います。まあ、スピンドルサンダーなんぞやっていう感じなんで、基本的には、木工ですね。このようにですね、上下の、微妙な、動きをしまして、研磨していくという道具でございます。で、基本的にはですね、スピンドルサンダー、曲面を、仕上げていくようなものとなります。付属品でですね、この5つの、アタッチメントがついている感じですね。まあ、径に応じて、使うような感じでございます。まあ、固定は中がですね、ゴムみたいになってて、ウェルナットみたいに広がって、外のペーパーを固定しているだけなので、まあ、作り的にはね、シンプルなものとなっております。まあ、ケースはまあいつも通りリングスターとですね、無印良品のでアッセンブルしている感じです。まあ、外形はねこんな感じで大体なってる感じですね。でですね、木工用なので横にですね、囚人機が刺さる穴が開いております。でこちらがちもたまたまなんですけれども、先日作りました、サイクロン囚人機、こちらのホースと電気車というね、ありがたい限りの、仕様になっております。でうちで使っている囚人機は、壁に引っ掛けている状態となっております。で、2ウェイなんでね、こちらのベルさんの方、こちらをですね、ちょっと今テストしてきますね。結果から言うとですね、あんまり強くないです、正直。先日ね紹介しました、マルベルトサンダーの方がですね、全然、削れる感じなので、まあ僕はねこっち使わないんであれですけど、まあ一つで直線も曲線も仕上げたい人、まあこれ一個で意外と楽しめるんじゃないかなとは思います。まあ、三角でした。でですね、この中のサンダーの部分をですね、交換していきますね。まあ、手で回せるナット一つで交換できます。で、蓋をセットしまして、あとは、サンダーの外形に合わせてですね、このアタッチメント、樹脂のやつがいろいろ付属されてますんで、入れて、あとはロックして完了でございます。まあ、ウェルナットがね、広がって固定するような結構シンプルな作りですので、まあ、いい加減ちゃいい加減ですけど、まあ、交換も楽ですよね。でこんな感じですね、ウィン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 動くような感じになります。結構ね、結構な幅削れると思うんですけど、まあうちはやってもアルミとかなんで、そんなでかいものには使わないんでね、あれだと思います。で、まあ、とりあえずですね、17の、どんくらいですかね、これ確か、15ミリぐらいだと思うんですけれども、これを、ちょっといい加減にですね、曲線に、カットしまして、どのくらい綺麗になるのかちょっとね、テストしていきたいと思います。まあね、200のコンターがあればね、こんなのも15ミリでも20ミリでも結構サクサクって切れちゃいますんで、まあ、コンターマシンね一つ持ってると、よろしいかと思います。でこれをですね、ちょっと仕上げていってみますね。こうステップとかね、アルミモンとかこういう曲線って意外と仕上げづらいじゃないですか。これがですね、比較的容易に綺麗に削れますんで、曲線好きの、ものを作りたい人は意外と重宝するんじゃないかなと思います。で削った後もですね、そんなにやっぱザクザクになりませんし、まあ結構重宝するんじゃないかなとか思いますけどね、いかがですかね。木工なんでですね、まあ、そこそこ、粒度が荒いものですので、やっぱり削り具合もいいですし、まあ、このベルトもですね、比較的容易に Amazon とかでもね、入手できますんで楽かと思います。まあ、先日ね紹介しましたこの消しゴム的なものでですね、目詰まりを解消して、やってる感じですね。これもうちょっとアタッチメントを作って、上部もね上の方で使ってないところで削れたらもっといいですよね。まあ、曲線好きのアルミパーツ作りたい人、スピンドルサンダー一つ持っててもよろしいのではないでしょうか。まあ道具の紹介でございました。今回はこんな感じです。よろしくお願いいたします。